はい、皆さん、こんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、ペイ特裁の注意点をピックアップ、LINE ペイカードは非対応ということで、今日から始まったキャンペーンですね。ペイ特裁について僕が思う注意点をまとめたのでお伝えしたいと思います。もしペイ特裁についての詳細を知りたい方は、下の概要欄に説明している動画のリンクを貼っておきますので、まずはそちらからご確認ください。早速なんですけども、まずはこちらから今回の支払いの対象となるものですね。ちょっとこれ気になってたと思うんですけども、まず一つ目、コード支払い、次にオンライン支払い、次に請求書支払い、で、最後にクイックペイプラス TM って書いてるんですけども、これ Android 限定ということですね。そして LINE ペイカードは今回対象外となるんですよ。そうなんですよ。今回はですね、LINE ペイカードがなんと対象外になるので、ちょっとこれは本当に残念なんですよね。そしてこの LINE Pay の問い合わせフォームで対象のお支払い方法ということで聞いたら結構細かくお返事が返ってきました。ちょっと読み上げたいと思います。対象のお支払い方法ということで、6月度のペイ特はクイックペイプラス、オンライン支払い、請求書支払い、コード支払いといった LINE Pay で残高を使うお支払いが対象となります。 LINE Pay ボーナスでのお支払いも歓迎の対象です。米クイックペイプラスを除く、 LINE Pay カード括弧バーチャルカード含む LINE Pay に登録したクレジットカードでのお支払い時は適用されませんのでご注意ください。なお LINE ポイントまたは各店舗のクーポン等を併用した場合、適用後のお会計金額がキャンペーン対象となりますということでした。次に残高付与についても聞きまして、回答としたら6月のペイ特では LINE ポイントではなく8月10日頃に LINE ペイボーナスにて還元いたします。決済履歴でご確認いただける LINE ポイントは適用される前からに応じた LINE ポイント還元分のみ表示しており、本キャンペーンのキャッシュバック 15% 分は含まれておりませんのでご注意くださいということなので、8月10日に付与されるということと、あとは前からに応じた LINE ポイント還元分というのは、LINE ペイで決済した瞬間に表示されるここのことですね。これはキャンペーンとは別ですよということになります。ちなみに余談なんですけども、僕も3月分のペイ特キャンペーンについてのキャッシュバックが昨日ありまして、それがこちら、なんと755円ということで、この月は僕が初めてこうキャッシュレスデビューをした月でもあったんですけども、金額的には少し物足りなさはあるかもしれませんが、個人的には LINE Pay って結構コンビニとかで利用することが多いので、100円のお菓子が7個ぐらい買えるので、個人的にはめちゃくちゃ嬉しいですね。ということで今回の動画いかがだったでしょうか。ペイ特裁はまだ始まったばっかりなので、キャンペーンだからといって使いすぎず、計画的にぜひ使ってみてください。ということでこの動画がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あとツイッターもしてますので、ツイッターのフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで本日はご視聴どうもありがとうございました。